さあ入った入った、ただし悪さはしないでくれよ。皆様こんにちは、ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。もうすでに10日間ぐらいこの暴力熟達のクエストが残ってしまっているような気がするんですが、早くですね対戦相手の方にウォーロック使いの方が来ていただけると、まあ、そこからですねカードパクパクさせていただくのがプリエストのいいところですから、まあ、それで達成して60ゴールといただきたいなというところではあるんですが、本日酒場の喧嘩オープンしておりますのでチャレンジしていきたいというふうに思います。あれ、このイラスト見たことある。いっけない、遅刻遅刻、私ヒーロー子、別のヒーローとぶつかっちゃって、あ、これやったことありますね、昔。なんか顔も見ただけで覚えてますね、ヒーロー子ヒロ子ですね。じゃあ行きましょうか。プリ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 ーストップ。ただ今の環境ではまた以前とは違う内容かもしれませんからね。ヒーロー子もガゼッツアンのいろんな派閥に属している可能性がなきにしもあらずんばというところでしょうか。翡翠蓮、グライミーグーンズ、そしてカバールと。あ、アンドウィン VS アンドウィン。しかもお互いゴールデンですね。おお、これが強いのか弱いのか分かりませんから、とりあえずキープしておきましょうか。若きプリーステスと何これ、え、レヌ・デクソン。ということはこれハイランダー系のデッキなんでしょうか。で、2つのクラスのカードが入っているということですが、現段、あ、ここでか、あ、プリーストと親和性の高いヒーロー、どうでしょうね。まあ、明治かドルイドいいんじゃないかなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。明治行きましょうか。ゲー弱、祝福しましょうか。まあ、21というミニオンが果たして一体どこまで長生きできるのかどうかというところですが、コールドライトの予言者、お、ドルイド来ましたか。展示会にようこそ。展示会へようこそ。また修行ですか。また修行ですか。嫌なんじゃないですか、修行するのが、こんな顔して。え、これマーロック来るまで待った方がいいんでしょうか。いや、来るかな。え、ちょっと待って。外は広いわね。おお、お互いマナクリスタルが増えたんですね。はい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 。ドルイドですから武器がある可能性はほぼないですから、もうこいつら全員出しちゃいましょうか。もう、いや待てよ。そうそう、それに触れてね。また修行ですか。また修行ですか。弱くない。やばい。シナジーやりけり。あ、そっちなんだ。一点で倒せたらいいな的な感じなんでしょうか。ビシッ。おお、外れ。おお、強いですよ、動物変身。しかし、あ、どうしようかな。どうしましょうか。キャラクター回復受ける旅か。いや、厄介だな。まあ、でもしゃあないか。そうそう、それに触れてね。修行ですか。これでパワーアップしてもらえればなかなかのお手前と。でもレノ・ジャクソン、このデッキで働いてくれるかどうか非常に不安ですね。お、凍結ポーション、とりあえず羊でいいですかね、このターン。
そうですね、まあ、丁寧にいきましょう。凍結ポーションか、悲しんでますね。ちょっとなんか世界観がこのイラストに関してはほほって感じがちょっとしますよね。ははっていうよりははちみつゴニョゴニョっていうところでしょうかね。どうしよう、いてやばいやつ来た。おお、なんかいろいろ出てくるな。これでどうでしょう。なんでこんなやつ入ってるんだよ、卑怯だろと思ってるかもしれませんけれども、まあ、自分もキュレーターから持ってきたっていうところですね。レノジャクソンもミニオンとして出しちゃってもいいかもしれませんよね。46で十分のスタッツだからな。ウナバラ爪何、恐ろしい。大丈夫なんでしょうか、相手の方は。いや難しいな、まあ、でもいただくしかないかな。秘策なんて入っているかの、あーでもゼロじゃないか。よっしゃー、まあ、ブリザードとフレームストライクありますから、もうなんかこの小物たちで殴り切るっていうゲームプランもありますよね。あ、おお、あ、豚足取る雨。ドルイドとプリーストでしょ、ミニオンを強くする、まあ、スペルあるか。じゃあちょっとめんどくさいですけど除去していきましょう。いや、これレノ出しましょう。っていうか光ってないから多分同じカード何枚か入ってますよね。もうミニオンとして46として戦っていただきましょう。どっちかっていうと闘技場的な雰囲気ありますね。さあ自然の怒り、やらざるを得ないか。そして天候、レノジャクソンじゃないですか。嫌なやつ持ってかれましたね。お、でもこれはいいの来ましたよ。我が反響、いくらで買う？いくらで買う？レノジャクソンって今まで多分デッキに入れたことがないんですよ、自分は。ですから戦う時の声がちょっと新鮮ですね。なんであっちは回復するの、おかしいでしょ。え、どうすんだろう。42とか言って、あ、やばい、これは自分を傷つけちゃいますね。どうしようかな、倒したいですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でいいか。とりあえずこう言って、なんだこれ、おお、いやーどうだろう、まあ弱くはないですけどね。いくらで買う？ダメ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 。さあどうでしょうか、まあ、ハンド多いんですけどね。なかなかこの局面大きなミニオン出されたらちょっとどうしようっていうところありますね。いくらで買う？まあでも自然への回帰でなんとかやりくりするしかないですよね。あーなんかすごいの来た。自分手札にドラゴンカードがある場合レジェンドのミニオン1体を破壊する。まあ来るわけないでしょ。いくらで買う？ドラゴンが入ってる可能性がいかほどのものかというところですよ。忙しいんだ。なんだこいつ、おー、これで
どうなんだ。あ、そうですよね。あんまりこれあんまり見たことないんで、テキストがちょっとわからなかったな。さあ勝てましたけれども、まあ、せっかくですからね、もう一ヒーローぐらい使ってみましょうか。でもそうか、今ウォーロックのクエストが残ってますから、これウォーロックでいいですよね。あんまり普段使わないですけど、ウォーロック、光のプリーストに対しまして闇のウォーロックといったところでしょうか。しかし現実はどちらかというと闇の能力に長けているのはプリーストのプリはプリケツのプリですから、トレーサーが大好きな自分としてはやっぱりプリプリ行きたいですよね。あ、なんでさっきから同キャラ戦なんでしょうか。ゴールダン、お前の魂は我が物。やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、我はお前の悪夢となる。でもこれ相手がウォーロックだったら生贄の契約はありですよね。ネレビアンの弾を使い道あるのかな。合計9ダメージをランダム全てのキャラクターに振り分けると。まあ、じゃあこのまま行ってみましょうか。何が当たりで何が外れか分かりませんからね。ローグ、じゃあ自分ローグ以外にしよっと。いやー、どうしようかな。ヒーローパワーでドローができるわけじゃないですか。ですから回復的なカードが欲しいということはプリストかな。プリスト以外にしたいけどな。シャーマン、あ、まあ、シャーマンも回復あるか。どの手を打つべきか。じっくりいきましょう。もうターンエンドヒーローパワーも使わない。ネルビアの卵に凄まじき力を与えることで破裂させることも容易なことを。ファンダーフラフはいらないさすがにパパー、これいらなかったかもな。まあいいか。うわ、弱ー。どうしよっかな。とりあえず凄まじきに行ってで出しときましょうか。召喚のポータル、はい、強い。全然悪魔出てこないんですけど。強いですね。あ、でもサンダーブラフ出してホーゼンの治療師出すのもありか。まあでもいいか。ゴーレムは一番の親友。ゴーレムは一番の親友。これあのそろそろ血の渇きでリーサルが見えてるっていうね。ちょっとオーガの忍者はすごいアホなので、ちょっとアホな人を殴ってもらいたいですよね。来た。大当たりなんですけど。でもこれこのまま行くとリーサルですね。ものすごいアホだよな。オーガの出番だ。まさか相手の方は気づいてないでしょうね。旅立ちの時だなんて。ここで挑発を出さなければ終わりなんですよ。出たー。マジか。どうしようかな。どうしようかな。血の渇き
やーもったいないな。ミニオン一体を破壊した後、そのミニオンを体力最大の状態で復活させる。お、え、キャモン。おお、まあ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 、まあ、いろいろ出てきたな。バシク。さあ引き続いてリーサルタイム。あ、やべえ、そっちもあった。いてててててて、ちょ、痛い、生きろ。あー、やられた。やべえ、まだリーサルですよね。9+12+16 リーサル K、 11のマロク4体、やつらに深き眠りは深ひれですからね。いやはや結構強かったですね。あれ、オルクのカード1枚でも使いました。あー、使ってた、よかった。60円ゲット。もう1戦ぐらい行きましょうか。時間的にまだ行きますからね。これまでウォーロックとプリスト、光と闇を使ったわけですから、光と闇の間を使っていきたいですね。ハンター待て、ヒーローパワー弱くないですか、ハンター。だったらシャーマンの方が、いや、ウォリアーの方が、いや、ローグの方が。ローグいいですね。普段ほとんど使わないからな。まあ、これまでプリーストと明治、それからウォーロックとドルイド、違うわ、シャーマンですねっていう組み合わせ使ってきましたから、またちょっと夢のクラスの組み合わせ使っていきましょう。え、なにこれ、同キャラしかならないんですか。え、まあいいですけど。うわ、ヨガの巨人とか絶対出なさそう。でもこれ反動は結構強いかな。あ、でも、ちょっとピットスネークの体力増やさないと、結局剣でやられちゃいますね。ちょっと待ってよ、これ。じゃあパラディーンで。そうそうそう、こういうのちょっとバフしないと。うわ、どうしよう。うわ、どうしよう。え、どうしよう。いや、でも、あ、はい、すいません。多分手札のミニオンを強くするみたいなカードを引いてくれるんじゃないかなと自分は信じたいですね。そのためにパラディン入れたとこありますから。ウォリアー、みんな思い思いのヒーローを使っていきますね。次のターンスカラベかな。おお、マスカラベですね。うーん、やいば。すごいですよこれ、地獄送りの刃、シナジーありますからね。マルクタイニーフィン、3ターン目2点ダメージ与えることも可能。オーガの出番だ。やってみな、やってみな。お、わい、私は運がいい。敵の色に2ダメージを与える。はー、脳天直撃スルーツターン。さあ次のターン4コスト払ってどうするか。やべえ、
やることね。あ、強盗だ。自分の身を一体手札に戻す。やるわね。ありがとうございます。でもあんまりでした。どうしようかな。お互い決めてなさすぎでしょ。とりあえず次のターンにピットスネークにシルバームーンのポータルつけたいですね。脳天直撃勝ちするしかないかもしれませんね。あんまりこの辺のカードの効果が分かんないからな。ちょっと混乱する可能性十分にありますよ。役立つこそ我が生きがい。役立つこそ我が生きがい。これはこのターンに倒しましょう。ゲームプラン変更です。お、影の一戦でもいいけど、まあせっかくですから武器にしましょうか。ファイヤー行くわよ。しくじった。これなんか雄たけび能力があるミニオンじゃないと意味ないですからね。劣化版パンダって感じしますよね。パンダでいいまでありますよね。あ、でもパンダは戻さなくちゃいけないか。だからコンボであることで能力発動させないっていうことも選べるわけですね。すっごい弱いな。この手、それともこの手。ここは上妙の者の場所。おお、でかいの出てきたな。どうしよっかな。一応倒せはしますけどね。倒すか。相打ちを取って11が出てくる。そして水のゴーレムで手札に戻してまた出しても2になるとかないですからね。多分この手なら。え、どうしよう。え、どうしよう。出す必要ないか。一旦に一気にバーッと出して長生きさせましょうか。いや厳しいな。ただこいつは強いですよね。アヌバー・アンブッシャー、あら強い。やべえ、お互い超削り合ってますね。ブシャッと機械持ってるやつはいないよね。こここうでもいいし、
出るぞ。行くわよ。これで行きましょう。相手の方も震えてるでしょうね。ここまで取っといた手札がまさかこれとは。薬、そんな風にアクションしてらっしゃる可能性もあるかもしれませんね。いやー、右上の銅像ゲロ入ってるな。あ、やばい、ゲ投射物がなくなっちゃった。え、またちょっと投射物をあれもう出ないのかな。おお、強い。魚の餌。うちのマーロックが、マーロックタイニーフィン。防衛システム起動。2号は受けちゃう。どうしよっかな。あ、ビンゴイエー。習うよ。あー、なるほど。ちょっと殴ってみましょう。いや、メカ来ないな。相手の方もメカいないし、こっちもメカいないしっていう。そろそろフェイスを詰めたいな。まあ、脳天は直撃させることができますからね、うん、あれ、これ脳天直撃撃って、あ、次のターンに手札に戻すのか。そのターンの間に脳天直撃させれまくるのかと思いましたわ。いやー、しかしこいつ挑発余計だな。挑発がなければ生き残れたんですけどね。決めなきゃ。さあ、急ぎましょう。相手の方、ハリーアップ。バレツロートゥーメッ。まあそうでしょうね。お、なんだ、1点与えれるんでしょうか。え、 What？ はい、おい、怖いものなどないわ、ネズミ。はい、ほい、はい、ほい、はい。これでナイフの雨とか来たら薬って感じですけどね。まあその場で投了まであるんじゃないでしょうか。いや、まだ勝ち筋ありますよ。脳天直撃と剣で殴るっていう。いや、強い。ここの3、4最強。こっち2、2ですからね。キュピーン。アブアル。まさかの展開です。いやー、2号か。総員戦闘準備。行くわよ。しゃー、脳天を殴り切るで。生きてほしいな、2号が。ずっと生きていてほしい。
そこまでいい試合展開でしたが、ナイフの雨ケアできていたにもかかわらず、まあないだろうと踏んで出してしまうというね。悩んでますねすっごい丁寧にやる方ですね。いや、あの違う、兆候はいいんですけども、この酒場の喧嘩というものにおいてすごく丁寧に、まあでもね、確かにテキストのよくわからんミニオン多いですからね。しゃあ、脳天殴るでハンドル3枚何なんでしょうね。回復とかだったらやだな。あ、強い。指一本触れさせぬぞ。殴って直撃、武器付け、殴りと、もう駆け抜けるしかないですからね。まあ、鉄の師匠も出しちゃっていいんじゃないかこれ。そして耳を澄ませ。弱っ頑張れファイトよ。いや、これ勝ちたいですね。お客さん、お一つどうです？ファンネルケーキ欲しいな。ファンネルケーキでもなんか聞いたことによると、ファンネルケーキを食べた人がいらっしゃって、なんかちょっとこう重いらしいですね。ちょっとこうボリュームがすごいと言いますか、そういったところあるらしいです。キン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 。あいつめっちゃ強くなりますね。これで3-1-2-1か。あ、もうあんま強くなかったですね。いや、間に合うかなこれひとつどうです？ファンネルケーキ。うわ、勝負に来た15コストね。いやー、脳天直撃させれない。いや、こいつが来るとはちょっと思わなかったですね。任務だ。いや、最悪ですよこれ。いや、最悪だこれ控えめに言っても超最悪ですね。いや、最悪だこれ間に合うかな。いや、最悪だなこれいや、これだけはないと思いましたね。まさかコンボ能力発動できないとは。いやー、おー、え、なるほど。強い確信。これはディファイアンス22。いやいや、こうでしょ、どう考えても。これは勝利しきれないはず。うちの大先生がね、支えてますよ。やるってね。いやー、体中溶岩だもん。あー勝ってー、なんだこのいい勝負結構やばいですね。さあ、次行くカードは一体何ぞやと。懺悔、弱い。ほい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 のあじゃん。やべえ接戦すぎるほら、怖いでしょこれ。懺悔やばくないですか。相手の方危ないって来るかもしれませんよ。お客さん、お一つどうです？ファンネルケーキ。どの手で行く
安心してる。あーあれリザルでしたっけ、あれ1残るんじゃなかったでしたっけ。意味のない試合をやるのやめましょうよ。ちょっとなぜか今1残るっていう風に思ってましたけど、負けました。両ゲーでしたね。ではせっかくお金もいっぱいありますから、またお試しガジェツオン1パックやっていきましょう。まずはクラシック、基本セットから1つ引いて何か出たらいいなというところですが、まあこれは出ても出なくてもというところがあります。レイヴンボルトの暗殺者、腰が痛くなりそうですね。さあそしてここで、いやほんとガジェツオンのレアリティのね高いカードほとんど持ってないですから、ちょっとここでレジェンドが出てくれたらいいなというところですが、いや本当にね引きが悪くなりましたね。レア、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。いや引き悪くなりましたね。